ようございます。山本真央です。 M ということで、今日はですね、また2回目のレンブラントゴルフクラブ御殿場さんにやってきました。綺麗ですね。そう、この間ちえちゃんと一緒にちえちゃんに教わりながら後半したんですけど、今回はその後半を一人で真剣にこういろいろね、ちえちゃんに教わったことをちょっと思い出しながら、こうコースどこを狙っていこうかとかやっていきたいと思います。さあスコアはどうなるでしょうか。ちょっと真剣に本当にやっていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ということで、ここからだと赤だと340とか、まあ、ティーショット、ティーグラウンドはこれ選べるので、最初選べるかな。でもこれ右、もしこう曲がっちゃうと怖いかな。これでまっすぐさ、どれぐらいじゃないけど。あ、新たな戦略かと思いました。真剣に。でもパー5なんだけどな。普通に間違えた。じゃあここあれですね、ロケーション的にちょっと右が怖い。怖いです、ね、うん、ということでお願いします。お願いします。よいしょ。いい感じ。さすが成功。宣言通りですね。さっきドライバーがちょっとやや右になんかフェードしていく感じ、うん、そうだからちょっとね、右が怖いっていうか。なるほど。そう、僕はそれよりも真央ちゃんの髪の毛の長さが短くなったのがすごい。すごくバッサリ切りました、ね、そう、つい昨日。あ、今日何日ですけど、6月21なんですけど、6月20日切りました。つい昨日です。すごい。そう、めちゃくちゃ楽。手前にバンカーがある。奥はなんていうの、手前にバンカーがある。149ぐらいしかない。5番ユーティリティ、だいたい練習場では150ヤード、150から160の間。大きいかな。でもまあ奥行ってもあれなので、これバンカーだけに入れたくないですよね。うんうん、そうですね。ちょっと顎も高そうですもんね。でも左足下がり、そういう左目に打ちます。これは大丈夫です。うん、おおおお、うんうんうん、狙ったところと違うけどラッキー、うん、ラッキーな感じです。ちょっと左に向いたのも良かったのかも。じゃあちょっと行ってみますか。はい。グリーンどうなってるんですかこれ。お、上から下、上から下。うん。ということは、ちょっとコロコロぐらい。なるほど。お、15ヤードぐらい打って。あ、やばい、打ちすぎたかもしれない。打ちすぎですね。この辺でいいか。この辺に落とすイメージでよかったのか。いつも朝読みしかしないから、今日は深読みして。反対側が分かったら、マークが分かんない。押しマークだから、マーク当たった。マークいつ。
シミパッドしてしまう。せっかくショットよかったのに。そうですね。3オン、3パッド。3パッド。ボギー。ボギーです。本当だよね。バーディーチャンスまで持ってって。そう。やっぱパターはそうですよね。チェイちゃんやってたもん。思い出した。チェイちゃんは寄せに行く、寄せに行ってって言われたもん。思い出した。そう、今のはちょっと入れんね。そうだね。そう。トンとかの。まあでも勢いつけたいところはあるけどね。そう、なんかやっぱ素振りした時に弱いかなって思って、それを持ったまま。打ったからパンチショットパンチ入ったのかな、うんうんうん、反省反省。はい、ということで2番ホールパー4、ここからだと339、340ヤードかな。打ち下ろしです。ここは結構広そうじゃないですか。広そうなので、うん、もう黄色い旗狙って打ちます。あの真ん中にある。はい。目がけて。一人居酒屋。あれでしょ。今度 YouTube 自分で始めようかなって考えてるんでしょ。一人居酒屋。一人居酒屋のみ。ああ、確かにゴルフ系のチャンネルじゃ全く流せないもんね。そうです。だからまあ、あ、そういうやつね。いろんな、まあ、ゴルフを軸にして、うん、いろいろ。確かに確かに。うん。確かにね。自分のチャンネルだったらね、何でも OK だもんね。そう、何でも OK だから。もうなんか一応ネーム、チャンネル名も。考えて、あと振り付けも考えて。おお。そう。まだ何も撮ってない。この間安楽さんの、はいはいはい、名古屋行った時レッスンしてもらったんですけど、うん、そう、それを意識して。おお。ちょ、教えてくださいよ。ください。ああ、なるほど、なるほどね。そう。まあこれ、そうそうそう。そっか。うん。その最初12度だったんですけど 13.5 にしてもらったんですよ。あ、そういうところも見てもらったんだ。そう、そうです。なんかマオのスイング変えずにこのクラブを変えるみたいな、シャフトとかも自分に合った。それとあとちょっと振り方、うん、教えていただきました。一本の動画。そうです、一本の動画で、うん、ライブ配信でやったんですよ。すごい。そうそう、それも上がってるのでぜひ皆さん見てください。ちょっと頼んだる。 OK、 うん、OK。 そう、前低かったんですけど上がるようにしてもらいました。あー、なるほどね。そう、今だ。安楽さんはめちゃめちゃ有名ですからね。なんかもう30分だったんですよ、ライブ配信が、うん、それだけで飛距離も伸びたし、うん、30分で、そう、30分で、たったもうちょっと教えていただいただけなんですけど、すぐそこすぐ変化が出、さすがですよ、すぎた。そうで、次の日ラウンドだったんですよ。それを実践してラウンドしたら、うん、ハーフがね、とんでもないことになってるので、皆さんちょっと動画見ていただきたいなと思うんですけど。確かに安楽さんはワンポイントで みんな飛距離伸びちゃうからね。そう、そう、めちゃめちゃ有名な人なんですよ、ね、こんなに安楽さんのチャンネルがあるって。そうです、安楽さんのチャンネルで、じゃあぜひ、そう、見ていただきたいなって思ってます。そこからピンまで140ぐらいかな、打ち下ろし。マオが使ってるやつ、ガーミン。130ぐらいだったかな。もうピンを狙ってるやつ。おほ。その花道の間。花道の間でしょ。花道の間になって。Thank you.
いい感じで良いぞ、ね、ちょっと勢いあったかなと思ったけど、そう全然受けてるからいい感じで、135ぐらいで、おバーディーチャンスだ。あれあんな止まるといいイメージだね、なんか、ね、攻めていけるね。普段こうやって読まんから、みんなどう見よんか分からん。ナイスパーです。ありがとうございます。は安心感がある。安心休み。いきなりなんかちょっと ビビっちゃってるよ。大人のゴルフですね。今日の大人ゴルフ、今日はですねビンゴルフのチャンネルじゃないですか。皆さん今日はようこそマオの大人ゴルフへ。知恵バオチャンネルがあったり大人ゴルフがあったり、っ占領されてるのがすごい。大人ゴルフの皆さん、3番ホールパー4、はい、距離は310ヤードですね。前回もこれ右行ったけど、あ、違うセカンドで右行ったんか。そこに木があるから、うん、あれ2打目で何か狙うってなったら大丈夫。黄色い旗狙いで、これも、はい、よりちょっと右行ってもいいかなみたいな。左は嫌だけど、そうですね、うん、木とかぶるのはちょっと避けたいなみたいな、うんうん、なかなかでっかい木ですよねあれ、うん、結構目立つ、何か、うん、意識してしまう。うまい。スパッと止まる。 OK、 こりゃ安楽さん効果ですね。安楽さん効果です。めちゃめちゃ安定してるの、はい、そうそう、安定が違いすぎる。ピン下ったっけ、ピン下そう、ね、うん、下ってそうですよね。7番短い気がするな。寄せたいからちょっと大きめで打ってみよう。アプローチショー、はい、行ってみよう。まあでも行くだけ行ったって感じだから、そうそうそう、転がったから引っかかった、大きめで56度。おう、うん、いいと思います。全然しっかり打ててなかったですよ、ね、今の。どう思います？一人ゴルフだから誰も答えてくれちょっと言葉選んじゃってすぐ言えなかった。もぎった。前回はさ、結構さ、パターがさ、タッチ合ってた感じしたけどさ、そう、今日ちょっとこうパターむずいね、ごちゃごちゃしてる。